長谷川豊の本気論、本音論チャンネル。はい、皆さん、こんにちは。長谷川豊です。本気論チャンネル、どんどん、あの登録者数が増えてきて、本当に皆さん、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんもいいなと思ったら、あのいいねとか、シェアしていただければというふうに思います。 前回の放送で共産党的なものっていうことで、共産党っていうワードが出てきましたね。そこでですね。本日はこちら共産党の正体っていうものをちゃんとシェアしておきたいんですね。これをちゃんと分かっていないと、日本の中に潜む闇っていうものがわからないので、でつい先だって。経済評論家の常念。司さんが虎ノ門ニュースで公にして、わーっとニュースになったものがあります。それが、えー、デイリーさんの？ デイリー新潮さんの基地でも明らかになりましたけれども徴用工の賃金は共産党に流れてたねえ皆さん知ってました知らないでしょこれは結構でかい話であの韓国で三菱重工に賠償を支払う最高裁の判決が出て結構徴用工問題って去年あたりからぶわーっと盛り上がったじゃないですかでも僕ら日本って本来徴用工いわゆるその 強制連行されてた人たちに対しては、韓国の当時の国家予算の3倍という金額の保証をばーっと払ってるわけなんですよね。で、なんとかしてくれっていうことで、韓国にも北朝鮮にもばーっとお金を戦後払ってるのに、なんで今こんな問題になってんだって話なんですけれども、これ11月28日の真相深入り虎ノ門ニュースって僕も昔出てたやつですけど、そこでね、18年前に出された朝鮮総連っていう本、 から引用して常年司さんが全部これ紹介してるんですよ。あのですね、驚きなのは28ページにその記述があるんですが、朝鮮総連の活動資金についての記述っていうところでね、最大の財源になってなったのは、帰還していく強制労働者の未払い賃金等であった。 1946年末までに朝鮮中央労働部長名で強制連合者を雇用していた日本の各企業に未払い賃金の請求書が出された。その金額は4366万円だった。戦後直後で4366万円だった。どれらい金額なんですが。朝鮮総連はそのかなりの金額を企業から徴収し、ほとんど、いいですか、ほとんど強制連合者の手に渡らず、朝鮮総連の活動資金に回された。あれ日本、 共生連合者に金払ってんのに、そのお金、朝鮮総連が、懐入れてたらしいんですよ。しかも、その豊富な資金は、日本共産党、再建資金としても使用された。府中刑務所に収容されてた共産主義者16名などを釈放したとき、彼らを府中刑務所、門前で出迎えたのは、日本各地からトラックに分譲して集まってきた数百人の朝鮮人だった。で、その釈放された、収容されてた共産主義者が、 日本共産党の再建を行うけれどもその日本共産党再建の活動資金をほとんど朝鮮総連が伝出した日本共産党なんて言ってますけど日本共産党の再建資金ってほとんど僕ら日本政府が強制連行した労働者に「笑ってくれ」って言って朝鮮総連とか韓国民団とかに渡したやつを朝鮮総連とかが勝手に猫ばババして。 その猫ババしたお金を共産、日本共産党が今度はもらい受けて日本共産党作っちゃった。日本共産党の企業で言えば大株主、スポンサー様って朝鮮奏令なんです。きつい言い方をしちゃうとね、徴用工の問題って共産党さんの猫ババから始まったと言えるんですよ。普通もらうこのお金、共生連行者に対して支払ってくださいねっていうお金ですよ。 それを朝鮮総連がまず懐入れてんですよそれで日本共産党作り,作り上げちゃったんですってそう考えると踏み落ちません例えばパチンコについても共産党さんエキセントリックに「IR はもうダメだ IR はダメだギャンブル依存症がとか言ってるじゃないですかでも朝鮮総連に対して万行本業を通じてお金が流れてるパチンコ業界に対しては「パチンコは娯楽です」ですって言ってるでしょあれおかしいなと思った人いると思うんですよ あの、日本共産党なんて言ってるんですけど、僕は中国共産党日本支部ですよってはっきり言ってます。日本共産党なんかないんです。だって100、100%近い株主が朝鮮総連なんだから。結局ね、日本共産党なんて言ってるんですけど、中国、朝鮮、韓国。この三国の利益のために、僕、日本共産党って動いてると見てるんですね。2時間、3時間、えー無駄な演説したりとか。 とにかく人集めてデモ行進とか、とにかく邪魔し続けるじゃないですか。とにかく文句言い続けるじゃないですか。とにかく対案なんか出さないじゃないですか。僕、あれでいいんじゃないかなと思うんですよ。<laughs> 要はその分日本弱体化するじゃないですか。日本人のために必要な様々な法案審議ストップしますよね。その分日本前に進まないですよね。日本足引っ張られてますよね。これが大事なんじゃないかなっていうふうに見えちゃうんですよ。 対案ななんんか出さなくていいんで、すすよレッテル張りすればでこれを考えれば数年前に安保法案の時に共産党が狂ったようにね、反対をし続けてデモをし続けたのがすごく見えてきて、日本とアメリカが仲良くするのが腹立つんですよ、要は。まあだから覚えといていただきたいのは、株式会社であっても、ほぼ100%に近い株主に対しては絶対頭は上がらないですし、うーん、ものすごく 影響を受けることは確かじゃないですか。日本共産党っていう政党は事実を、事実上100%株主に該当するのが朝鮮総連なんですよ。これは揺るがない話なんですよ。ひょっとしたら今に至るまで、ひょっとしたら豊富な活動資金が向こうから流れているかもしれないですけれど。まあ、とにかく創設段階は そううだったったていうことこれ知っとくだけでものの見方ニュースの見方が変わるかもしれないですね長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みます。お楽しみに